今日もマイナー世界史やっていくって。やっていくって。今回は黒人サイコの王国。クシュメロエ王国だ。黒人サイコだって。そうだ、一時期はエジプトを支配し、黒いファラオと呼ばれた国だぜ。黒人サイコに黒いファラオ。来るぞマリサ。それでは本日も、ゆっくりしていってね。黒人サイコの王国。クシュメロエ。クシュは現在のスーダン北部を中心とした地域の名前であり、繁栄した古代の王国だ。ここら一帯の地域はヌビアといい、スーダン北部が上ヌビア、エジプト南部が下ヌビアと区別していた。ナイル川が流れている、文明の発祥の地であった。現在わかっている中で最も古い洗練された陶器や、紀元前5000年頃に家畜化していた羊、ヤギ、牛が描かれたレリーフや、イギリスのストーンヘンジより約2000年前にできたとされ、世界で最初の天文装置の一つであるナブタプラや遺跡の巨石群などが見つかっており、クシュを含むヌビア地域は、古く、高度な文明が栄えていたと言われている場所だ。ストーンヘンジの約2000年前って、相当前から栄えていたのね。またエジプト文明とは同じナイル川の文明であるためか、多くの共通点がある。というものの、ある学説ではもともとエジプトとヌビアはナイル川の文明で発祥した一つの文明であったが、時が経つにつれ、近東やオリエントの影響を受けた北部の地域がエジプト文明として独立したと言われているほど、この二つの文明には、似通っている点が多いと言われているぜ。確かに、なんとなくエジプト文明とは別と考えていたけど、もともと同じだったと言われても、おかしくないわね。クシュ王国が建国されたとされるのは、紀元前1070年頃で、滅んだ西暦350年までの約1300年間を大まかに3つの区分に分けることができる。最初期の、都市ナパタを首都としたナパタ時代、約100年にわたりエジプトを支配していた、エジプト第25王朝時代、アッシリアに攻め込まれ、皇太子首都をメロエにしたメロエ時代の3つだぜ。100年間もエジプトを支配していたんだ。そうなんだぜ。エジプトの王、ファラオを名乗っていたためクシュ王は黒いファラオと呼ばれている。クシュ王国は、特にメロエ時代に文化的に大きく発展していた。どういったものがあったの？農業では人力の羽つるべから、牛や馬で水を汲み上げる先屋と呼ばれる水車が使われるようになったり、ハフィールと呼ばれる人工貯水池を作り、半乾燥機があるヌビアでも安定して農業ができる仕組みがあった。また金属を溶かす溶鉱炉も見つかっており、多くの鉄製品や陶器があったことから、高度な鉄器文化だったこともわかっているぜ。またクシュ王国と古代エジプトは文化的にも密接に関係し、お互いに影響を与えていてな。メロエ時代には、クシュ王国では、エジプトのヒエログリフとデモティックから派生してできたメロエ文字を使っていたんだ。文字も扱っていたとは驚きね。ただこのメロエ文字は未だ解読されておらず、クシュ王国が滅びてから話者がいなくなっている。絶滅した言語となっているぜ。意外ね。エジプトのと同じで解読されているかと思ったわ。また有名なのが、メロエのピラミッドだな。メロエのピラミッド？クシュ王国ではナパタ時代からピラミッドが建設されていたが、エジプト第25王朝時代後、メロエを中心に多くのピラミッドが建設された。現在残っているのは1000基近くあり、エジプトよりも多いみたいだ。オリジナルを超えちゃってるじゃない。これら多くのピラミッドは残念ながら古代から洞窟にあっているんだが、それでも数多くの遺物が残っていてな。王家のミイラや、壁に描かれたレリーフはもちろん、金で装飾された食器や花形の王冠、動物や神々をかたどった装飾品に、エジプトやヘレニズム世界と交易して手に入れた遺品などが見つかっているぜ。ヘレニズム世界ともということは、橋はインドまで交易していたのね。おそらくな。もしかしたらもっと先かもな。そしてクシュは、ヘブライ語聖書にも出てくる。旧約聖書ね。そうだ。ノアの息子ハムの息子に、クシュという人物が出てくる。このクシュの息子にニムロデがおり、ニムロデは地上で力を振るった最初の人物となったと書かれている。ヘブライ語聖書ではこのクシュの子孫が定住した土地をクシュと呼んでいる。また創世記2章13節に、第二の川の名は義本といい、クシュの全地をめぐるもの、と書かれていてな。この義本がナイル川のことを指しているのではないかと言われている。またなんだが、クシュは周りの国からはエチオピアとも呼ばれていた。エチオピアって国の？ここで言うエチオピアは、古代ギリシアでのエチオピアだ。古代ギリシアではサハラ砂漠以南や、スーダンあたりの地域をエチオピアと呼んでいた。これはこの地域の人たちは肌が黒く、日に焼けていたため、焦げた顔と意味の、アイチオピアからエチオピアと呼ばれていた。これが他国にも流入し、エジプトでもヌビア地域をエチオピアと呼んでいたこともあった。プトレマイオス朝時代のエジプト人司祭マネトは第25王朝時代をエチオピア王朝時代と記述していたな。プトレマイオス朝はギリシア系だったっけ？
だとするとエチオピアと呼んでいてもおかしくないわね。ここからはクシュ王国の歴史をやっていくって。お願いします。クシュ王国ができたのは紀元前1070年頃だが、まずその前に、クシュ王国ができるまでの歴史を解説しよう。ヌビアに発達した社会ができたとされるのは紀元前3000年頃だと言われている。それって他地域だとどのくらいの時期なの？エジプトだと、第一王朝の頃、メソポタミアだとウル第一王朝の頃だな。他もまだ始まったばかりの頃ね。この時期を発見されたスーダンの地名からケルマ文化という言い方をしている。ケルマ文化は文字を持たず、エジプトなどの周りの国からの記述が少ないためあまり多くのことは分かっていないが、発掘された遺跡や遺品から、かなり大きく発達した社会で、国として機能していたみたいだ。国としては、農耕や牧畜を基盤とした村共同体が元となっており、中央集権体制をとっていて、一時期は古代エジプト王国と並ぶほどの人口や国力を持っていて、紀元前1700年頃が最盛期だったと思われているな。でも最盛期が来たってことは、ああ、その後衰退していった。紀元前1500年頃、エジプト第18王朝のトトメス1世がヌビアに遠征。約3年にわたる遠征でヌビアを征服。総督を設置し、ヌビアを植民地支配したんだ。エジプトによる支配は約500年にわたり、この間にヌビアはエジプト化していたんだぜ。500年って、アフリカの国より長いんじゃない？この影響のためかは、わからないが、エジプト第18王朝にイアフメス・ネフェルタリという女王がいてな、見つかっているミイラや、書かれているレリーフで、肌が黒く塗られていることから、ネグロイドであったと考えられ、ヌビア出身であった可能性があるんだ。つまりはエジプトの王室にヌビアの血が混じっていたということだぜ。エジプトのファラオが黒人だったってことね。エジプトの支配は続いたが永遠ではなかった。エジプト新王国の第20王朝時代に、リビア人やペリシテ人、そして海の民の侵入を受けるようになり、国内でも内紛が起こるなどして国力が低下していった。その混乱に乗じてヌビアで、独立運動が起こり、紀元前1070年、ナパタを首都としたクシュ王国が建国された。ここからクシュ王国の歴史だぜ。待ってました。クシュ王国が建国されてからなんだが、当時はまだ、クシュ王国では文字が使われておらず、エジプトなどの周辺諸国からの記録も残っていないため、はっきり言ってわかっていることが少ない。そのため紀元前1070年にクシュ王国は建国されたが、建国の王の名前もわかっていないんだ。建国時の王様もわかっていないって、一番大事なところじゃないの？仕方ないさ。わからないことはわからないんだから、建国について、今考えられている説だと、エジプト征服中に、エジプトで学んだエリート層のヌビア人が筆頭となった説や、クシュ総督が本国に戻らずそのまま現地住民と反乱を起こし国を作った説などがあるな。となると、今わかっている一番最初の王様って誰になるのかしら？クシュ王国でわかっている最初の王はアララだ。アララ？アララはナパタ王家の創設者だ。このナパタ王家は名前の通り、ナパタから名付けられたもので、後に、クシュ王国がエジプトを支配し、エジプト第25王朝を作った王家でもあるぜ。さらっと言ったけど、クシュ王国がエジプトを支配したの？そうなんだぜ。建国から約300年後の紀元前8世紀、アララと、その兄弟デジ王のカシタによって、クシュ王国は北へと勢力を伸ばしていった。そしてカシタの息子のピアンキの時代に、エジプトはクシュ王国に征服された。このピアンキ王のエジプト遠征はゲベルバルカルのアメン神殿で発見された碑文、勝利の碑文で詳しく見ることができてな。当時のエジプトは、タニスの第22王朝、レオントポリスの第23王朝、サイスの第24王朝、ヘラクレオポリスのニムロト王や、ヘルモポリスのペクチャウアバステト王の、5つの勢力に国内は分裂しており、群雄割拠の状態だった。これを目の当たりにしたピアンキ王は、かつては偉大だった王国の惨状を憂いて、旧宗主国の秩序とアメン神の権威を立て直すと誓い、エジプトへ遠征に出た。ピアンキ王はアメン信仰の中心テーベを占領した。すると第24王朝のテフナクト1世を中心にタイヌビア同盟ができ、逆にヘラクレオポリスのペフチャウアバステト王は早々にピアンキ王に服従した。これにテフナクト1世は激怒し、ヘラクレオポリスを包囲。ペフチャウアバステト王はピアンキ王に援軍を要請し、クシュ王国軍が到着しそのまま戦闘。クシュ王国軍は戦いに勝利した。その後ピアンキ王はエジプトの諸侯を平定していった。この平定期間中の有名な話があってな。ヘラクレオポリスのニムロトとの包囲戦に勝利した後、ニムロト軍の馬が飢えていたのを嘆いた話があるな。ピアンキ王はいただきますわちゃんという人ね。残るはコトメンフィスだけとなった。
ジェフナクト1世は8000人の兵士で籠城したが、ピアンキ王は水上から侵入することを計画。ナイル川各地から船を集めると、川を横断して、メンフィスに侵入し、陥落することに成功した。これを機に、タイヌビア同盟の諸侯は降伏。ここにエジプトを征服し、ファラオの称号を手に入れた。その後、ピアンキ王の次王のシャバカ王の時代に反旗を翻した第24王朝勢力を制圧し、エジプトを再統一したんだ。多民族に征服されるなんて、中国の歴史みたいね。だがエジプトの支配はそこまで長くなかったんだ。というと、オリエントのある帝国がエジプトに侵入してきたんだ。この時代のオリエントの覇者といえば、アッシリア帝国だ。やっぱり、紀元前671年、アッシリア帝国エサルハドンがエジプトに進軍。クシュ王国は、大国の屈強な軍隊を押し返すことができず、アッシリア軍によってメンフィスが陥落した。クシュ王国はどうなってしまったの？その後当時のクシュ王国国王タハルカ王は、テーベに移り、反旗を伺うも、エサルハドンの王位を継いだアッシュールバニパルにはかなわず、テーベも落とされ、ナパタへと交代した。そして紀元前653年にエジプト第25王朝最後のファラオタヌトアメンが亡くなり、エジプト第25王朝は終焉した。その後はどうなったの？その後クシュ王国は、アスペルタ王の時に首都をメロエに移した。これ以降歴史学では、クシュ王国をメロエ王国と呼ぶぜ。どうして首都を変えちゃったの？当時のエジプト第26王朝がナパタに攻め込んできたからだぜ。この攻撃でアスペルタ王はもっと安全な場所を首都にしようとし、ナパタよりさらにナイル川上流のメロエに移したと言われているぜ。ちなみに遷都した年って、何年頃？これがまだはっきりしていなくてな。有力なのが紀元前670年、紀元前591年、紀元前540年の3つだぜ。約70年近くも差があるのね。クシュ王国はナイル上流に追いやられ、首都を変えるほどの危機に陥ったが、ここからまた繁栄を極めていくんだぜ。いつ見ても、人生波乱万丈。まずこのメロエという都市はナイル川の6つある急流のうち、最も上流にある第6急流から北に 200km のところにある。この第6急流は、浅瀬で流れが速かったため、この時代では交通の妨げとなっている場所だった。だが、周辺の気候的には夏に降雨が多く、ナイル川下流や、航海へのアクセスには便利だったこと。さらには、鉄鉱石が産出され、燃料の樹木が多かったことから、溶鉱と鉄器製作を行いやすい場所だったんだぜ。そう聞くと、かなり内陸だけど、繁栄できる下地はあったのね。ちなみに、メロエの語源はギリシャ語だ。え？ギリシャ語なの？そうなんだぜ。ギリシャ語で島の土地を意味するみたいだ。じゃあ当時はメロエの人たちは、なんて言っていたのかしら？それがわかっていないみたいなんだ。この時代に使われていたメロエ文字が解読されていないため、はっきりと確証が持てるものがないんだ。ある説では、ヘブライ語聖書に出てくるクシュの息子のセバから、サバと言われていたとするのもあるが、当時の文字が解読されていない以上、断定できないな。それもそうね。メロエ王国は大きく発展した。先ほど言ったような、鉄鉱石を元に多くの鉄器や陶器が作られ、高度な鉄器文化を持っていた。これはアフリカで確認されている最も古い鉄器文化の一つだ。また発見されている遺跡から、膨大な量の鉄の鉱材が発見されていることから、アフリカのバーミンガムと呼ばれるほどの鉄生産量があったとされている。あの産業革命のバーミンガムね。そして対外的には交易で多くの富を手に入れた。北のエジプトや地中海、オリエントへのルートと、航海からのインドやアラビア半島への交易ルートの要所として、鉄製品はもちろん、金や象牙や奴隷などを売買した。紀元前4世紀以降は、プトレマイオス朝や、ローマ帝国と交易していた記録も残されている。ローマとインドといえば、季節風貿易ね。そして文化的にも独自の文化が発展していった。まずはエジプトのヒエログリフを元に発展したメロエ文字だ。メロエ文字は当時話されていたメロエ語を書き記した文字であり、今現在発見されているメロエ王国の遺物に書かれている文字の約 90% を占めている文字であり、そして未だ完全に解読されていない文字だ。その言い方だと、一部は解読されているの？わかっていることだと、イギリスの考古学者のフランシス・ルウェリン・グリフスによって、文字と書記法や、メロエ文字で書かれたエジプト人の名前は解読されているな。だが、文字や、文字の組み合わせのルールがわかっても、そもそものメロエ語が絶滅しているんだ。手がかりが少なすぎて単語の意味や、文法の解読に時間がかかっている。そうなのね。そのためメロエ文字は現在も解読中だぜ。私思ったんだけど、メロエ文字って日本語と似てるわよね。
どういうことだ？もともと文字のないところに、近隣の文化圏から取り入れた文字を元に作られているところとか、似ていると思わない？確かにな。それでもし、どこかの時代に日本語が絶滅して、日本語を全く知らない後世の人が日本語を解読するとなると、相当難易度高いと思わないかしら？そうだな。漢字とひらがな、カタカナと混じっているし、方言も含んでいると思うと、相当な要力がいるな。そう考えると、メロエ文字の解読も時間かかってしょうがないのかな。それもそうだな。ただ生きているうちに解読できたら相当嬉しいな。次にメロエのピラミッドだな。メロエ王国は、エジプトを支配していた名残から、宗教面ではエジプトの影響を大きく受けていた。エジプトの太陽神のアメンを中心に、エジプトの神々を信仰していて、死者の復活を信じ、ミイラを作っていた。そして一番有名なのが、メロエのピラミッドだ。ピラミッドではなく、ピラミッドね。一王国主王国の時代でもピラミッドは作られていたが、メロエ王国時代になると、作られた数は急激に増えた。メロエのピラミッドは3区画に分けられている。メロエ王国初期の南部墓地、中期から末期の北部墓地、そして末期の女王が眠る西部墓地だ。この中で最もピラミッド数が多いのが北部墓地で、南部の9基に対して、北部は41基もの数がある。5倍近いじゃない。なんでそんなに差がある？まず南部墓地は紀元前300年まで使われており、北部は紀元前300年から紀元後350年まで使われていた。この時期になると、メロエ王国も繁栄していたからだと思われる。つまりは金はあるだけあったってことね。悪意のある言い方だな。そしてエジプトと同じく、王を称えたレリーフや、金でできた装飾品が共に埋葬されている。けれど盗難に遭っているんでしょ。そうなんだぜ。またレリーフはメロエ文字で書かれているため、埋葬されている王の名前もわからないのも多いな。ちなみにメロエ王国で覚えておいた方がいい王っているのかしら？私個人的に気になったのが二人いるな。なんて名前？ローマと戦ったメロエの女王アマニレナスと、シケリアのディオドロスの歴史草書に出てくる、ヌビアの王エルガメネスと同一視されているアラカマニだな。アマニレナスは紀元前40年から紀元50年の間即位していたメロエ王国の女王だ。古代ローマのストラボンにも言及されており、その中ではアマニレナスは石岩だったらしいぜ。石岩の戦を止めね。アマニレナスは紀元前25から紀元前22年の3年間、プトレマイオス朝を滅ぼし、エジプトを手に入れ、さらに南下しようとしたローマ帝国と戦った。最初はローマ帝国のエジプト総督が不在の時を狙って、エジプトに侵攻し、戦いに勝利するも、その後ローマ帝国の逆襲に遭い、敗北しエジプトから逃走。だがこれ以上深追いしても利益のないローマ帝国と、不利な状況なメロエ王国とで利害が一致し、和平を結んだ。結果としてローマ帝国の南下は止まり、メロエ王国の脅威はなくなったんだぜ。それによってアマニレナスは勇敢な女王として後世にまで語り継がれたんだぜ。こういう戦う女性、私大好きなんだよね。そして次のアラカマニは、紀元前3世紀初頭にいたメロエ王国の国王だ。このアラカマニもアマニレナスと同様に、立ち位置から言及された資料が残っている王だ。その資料ってのが、さっき言っていた、シケリアのディオドロスの歴史書、歴史草書だ。ディオドロスは、現在のシチリア島出身の古代ギリシアの歴史家で、紀元前60年から紀元前57年にかけて、エジプト、メソポタミア、インド、スキタイ、アラビア、北アフリカに、ローマとギリシアを旅し、その旅をまとめたものが歴史草書になる。その中でアラカマニは、どんな風に書かれているのかしら。歴史草書ではアラカマニは、ヌビアの王エルガメネスの名前で出てくる。エルガメネスは、アラカマニがヘレに難かされて伝わった名前だ。エルガメネス派、ヌビアの古代エジプト神官から、神々を喜ばせるために生贄にしようとした。しかし、ギリシア哲学を学び、ヘレニズム文化を好んでいたエルガメネス派神官に怒り、神官に自害するよう命令し、自害させたとあるな。ディオドロスは著書の中で、エルガメネスを、馬鹿げた首輝をあえて脱ぎ捨てた最初の人物と評しているぜ。そしてある説では、この話は人が今までのナパタからメロエに完全に変わったことを示唆しているというのもある。実際ナパタは、クシュ王国では宗教の総本山でもあったからな。結構過激な人物かと思ったら、裏があったのね。このようにメロエ王国は繁栄を極めた。あるギリシアの資料でメロエは、人々は甘い香りのする泉で入浴し、水晶の棺で死者を埋葬し、黄金の鎖で捕虜をつなぎ、そして人々は120歳までも生きた、と書かれている。地上の楽園かな？しかし、約900年間も続いた王国も終焉を迎えることになった。メロエ王国は、紀元後1世紀から2世紀にかけて徐々に衰退し始めていった。
衰退の原因はいろいろあるが、鉄の元となる、鉄鉱石の枯渇や樹木の伐採のしすぎによる産業物の生産量の低下や、ローマ帝国やその属州などの周辺国との戦いによる疲弊が重なったためだと思われている。そして紀元後350年、終焉を迎えた決定的な出来事が起こった。その出来事とは、アクスム王国の侵攻だ。350年、アクスム王国のエザナ王が衰退していたメロエ王国に侵入。当時のメロエ王国に退けることができる力はなくしとメロエを占領され滅んでしまった。ここ2000年以上にわたって存続した黒人最古の王国が消滅したんだぜ。あっけない終わりね。その後のヌビアは、6世紀に3つの国ができ、キリスト教化。この時には、メロエ語とメロエ文字は使われなくなり、コヌビア語とコプト文字が使われていた。そして14世紀にヌビアは、マムルーク朝の保護下に置かれ、イスラーム教も普及していくことになったぜ。今回はここまでだぜ。結局は、キリスト教かイスラーム教になっちゃうんだよね。ちなみに、後にこのキリスト教とイスラーム教の普及が、南スーダンの独立問題に関わってくるんだぜ。そういえば、スーダン北部はイスラーム教で、南部はキリスト教だったわね。そしてなんだが、この南スーダンが独立する時の国名候補にクシュが上がっていたんだ。もしクシュだったら、黒人最古の王国で、黒人最新の共和国になっていたわね。動画が面白ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。感想や、リクエストがありましたらコメントお願いします。また次の動画で会えることを楽しみにしています。ここまでのご視聴、ありがとうございました。